原文長銀。原文長銀とは、原文元年6月1日、1736年7月9日から、鋳造が始まり、同6月15日、1736年7月23日から、通用開始された長銀の一種で、表量貨幣である。分字長銀とも呼ばれ、後の分政長銀が発行されてからは、これと区別するため、古分字長銀あるいは、 新聞長銀とも呼ばれた。また、原文町銀及び原文豆板銀を総称して、原文銀、文字銀、古文字銀、あるいは、新聞銀と呼ぶ。表面には、大黒像、常世及び、常ただし、宝の文字に加えて、文字の極印が打たれている。また、十二面の大黒像を打った十二面大黒長銀は、上納用あるいは衆議用とされる。 徳川吉宗は将軍に就任を機襲藩の家臣らを抜閣に寄与する一方で、朱子学者の新井白石を罷免したが、緊縮財政を基本政策とする吉宗は、白石の量下政策を継承し、聖徳金銀の通用について、むしろ一段と強力な措置を講じた。この緊縮財政のため市場に流通する通貨量は縮小していた。一方、町奉行である、 大岡忠介は、通貨縮小による不況、及び神殿開発による増産などの影響による、米価低迷のため、武士及び農民は困窮しており、これを脱却するためには、貨幣の品位を下げ、通貨量を拡大するしかないと強く、吉宗に進言し、吉宗も、しぶしぶ貨幣吹き替えを承諾した。原文元年5月2日、1736年6月10日、環状奉行、 細田やさぶが、大国常瀬こと、大国長財門を召し、長銀は両端に、文字、小玉銀は小文字の、文を打つよう指令した。元文元年5月13日、1736年6月21日に、金銀吹き替えが布告された。この吹き替えにより、通貨量が増大したと言われるが、宝永四年、1707年以来禁止されていた、札遣いが、 共法15年1730年に解禁され、共法4年1719年に通用停止となっていた漢字金が同年1730年に再使用が認められた事実も通貨増大対策として挙げられる。文字金銀発行の際の触れ書きでは、継帳銀及び衝徳銀に対し新銀は無差別通用であったが無理が生じたため、 十組問屋からの申し入れを受けて、原文元年6月15日、1736年7月23日の給金回収会に先立ち2、3ヶ月の、しばらくの間という条件で、給金の割増し通用が認められた。その後期限は延長され、最終的に、原文3年4月末、1738年6月16日、 をもって、9銀の割増し通用が停止された。新銀、文字銀発行の際、9銀、聖徳銀に対し5割の増付をつけて、交換回収したため、通貨量は短期間に大幅に増大し、文字金銀発行直後は急激なインフレーションが発生した。原文3年ぐれ、1739年2月7日。 までの3年足らずの間に333,098巻と、強法銀に匹敵する、中造工となった。また商人による、良質の9人、強法銀陰徳が原因で一時的に、銀相場が登記した。通用開始直後の6月25日、1736年8月2日には、文字金1両につき文字銀49.5から6問目となった。 銀高になると、江戸の書式が高騰するため、6月26日、1736年8月3日に、忠助は、江戸中の両替屋らを奉行所に呼び出し後、低相場通りの取引を行う、よう勧告しようとした。しかし奉行所に集まったのは代理人ばかりで、忠助は激怒し、代理人らを牢屋に入れてしまった。両替屋らは代理人を釈放するよう何度も忠助に、願い出た。 8月12日、1736年9月16日、突如忠助が自社奉行に昇進することとなり、8月19日、1736年9月23日に代理人らが釈放された。この忠助の栄典は、両替屋らが裏で手を回すことによる、敬遠人事との説がある。その後物価及び銀相場は安定し、 原文金銀は80年以上の長期間にわたり流通した。明和年間に発行された五問目銀には原文長銀と等品位であることを示すために文字銀五問目と表記されている五問目銀は普及しなかった。その後の何両二主銀の発行により、表量銀貨の流通に変化が生じることとなった。通用停止は原文小判と同様に文政7年3月、 1824年の、触れ書きでは8年2月まで、1825年で、あったが、延期され、文政10年1月末、1827年2月25日、となった。原文豆板銀は、原文長銀と同品くらいの豆板銀で、宝から文字及び、文字を中心に抱える、大黒像の周囲に小さい、文字が周り配列された刻印のもの。 周り文を基本と、また、文字が集合した、軍文、大文字の文字極印である、大和座文などが存在する。旧貨幣表によれば、規定品位は、銀46%、4割九部4理人家、銅54%である。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。文字銀の分析値は、以下の通りである。 雑文は、ほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む、旧貨平表によれば、長銀及び豆板銀の合計で525,465巻900文目、約1,960トンである。年代区分別の中蔵庫は、以下の通りであるが、総中蔵庫のうち6割以上が3年以内に、中蔵されたことになる。 抗議配布金限及び回収された旧銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である分1銀は、文字銀では中造項の7%と設定され、また吹き替えにより、幕府が得た出目、回中利益は、座下き止めによれば14,234巻700問目、余りであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。